急がなくてもいいのよ。痛がっちゃいない。終わりで。捕まえたにゃ。花火見ふみ。次は何に会えるだろうか。第二、言葉なき手がかり。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。
凝った製法で作ってますよ。
渉成立だな、マイドアリ。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてない様子。それに君たち知ってる？賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな将校だ。でもリシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃあ早速調査を始めようぜ。教令員が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教令員の研究施設はないらしいぜ。教令員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。いらっしゃい。何をお探しですか？レイシュー、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令院に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞けます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教令院より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教令院の学生がいるでしょ。あの人たち数日前にここに来てからずっと冴えない顔をしているんですよ。やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカー社が教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。はあ、ダメだ。役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。ここ最近オルモス校じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確かアフマルの目だ。実は今日ある情報が手に入った。この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか？オルモス校にはあのものの取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はぁ、おしまいだ。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ？売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。今のオイラの聞き間違いじゃないよな。どうするんだ？でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。わかったよ。ち
ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。数ある依頼の中でも一番好きなのは新郎新婦のためのアクセサリー作りでな。お二方、いらっしゃいませ。どうぞお座りください。奴らごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっと奴らを真っ先に始末するぜ。もちろん奴らを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回は奴らも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団の奴らなんざみんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだかスカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのはこいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレット・キング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。何者だ、何か用か。学生教練員の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。モラは惜しいけど。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら言って選べよ。ん？そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に実は興味があるんだ。オイラたちは、その考古学を研究してる学生だからな。いいだろう。その太っ腹に免じて教えてやっても、お前たちもわかるはずだろ。我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。はってスカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だ。だが残念ながらスカーレットキング様は信頼していた奴に裏切られ、知恵それってそう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレット・キング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教練員の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。はっ、本当に見るに耐えないぜ。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。スカーレットキング様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも自分の神を忘れた砂漠の民にも全部蹴りをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教練員の奴らに話すことはねえ。話はここまでだ。待て、
君たちはこの人に騙されている。なんだって？またてめえか、この教練員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるために、あちこちで物の情報を提供できると喧伝している。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。一体どういうつもりだ？何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教練員の奴らに乱暴な真似なんざしない。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイバットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃ。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。なんだと？よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか？兄貴、この気狂いが。わかった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時、ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼らの50万を返す。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ？旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で忙しいようだな。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ？エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。したか？いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。お前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。
君たちは何者だ。どうしてこのことを知りたがっている。学生、あいつらが君と商売をしたのは君のそのデタラメを信じたからではないよ。え、ああ、そうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前、これからあいつらと武力対談するだろ。オイラたちは手伝えるぞ。神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったら、オイラたちだって気軽にあの、アフンなんとかの奴らに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけど、オイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう。わかった。君たちは、あの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか？そのうちの一人の住所を教えてあげるから、運試しに行くといい。約束の時間に、桟橋で落ちよう。君たちが来なくても構わないけどな。あの、商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に、物って一体何なんだ？君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうさ、物は多分教練員と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのは何だ？これは缶詰知識という。簡単に言えば、これは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存しておける。小型のこれを自分のアーカーシャ端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカーシャとは違い、すごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながら、スメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかし、たとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年、教練員から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス校では、真に価値のある上物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だが、エルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や教練員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのは、こんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか？現状の取引では、その質問に答えるのには、値しないと思うが、まだ諦めないんだな。いいだろう。人が少ない場所で話そう。さあ、さっきの話の続きをしよう。教練員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、ある人のところに行ってほしい。
ドリーという名の旅商人だ。ゴミも缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないと。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の感性に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。わかったよ。じゃあオイラたちどうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。うわ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから、資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど、缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。うん、確かに。君たちは、元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見たとき、より価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、その内容が現在の生活にはあまり役立てられないから、価値もまああくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ロリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。マハマトラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。あいつらは勘が鋭いから目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった、交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってるやつは旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。紙に書いてある方法でこいつと接触してみよう。こんにちは、どんなものをお探しで？お客さんは独特な好みだな。
全然甘くないハンラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。紙に書いてあるのと同じだな。どうやら第一段階は成功したみたいだ。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハンラの実を買いたいらしい。二人を倉庫まで案内してくれ。はいよ、お二方こちらへどうぞ。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは。しまったんでしょう。お前が好き勝手やったからこうなっちまったんだろうが、やっぱりお前を何としてでも解き伏せてタンジェさんからのアドバイスを待てばよかったぜ。でも昨日はこの試作アランナラを掘り終えたら子供たちも気に入ってくれるはずだってあなたも思ってたでしょ。だってこんなに子供たちに好かれないとは思わねえじゃねえか。しましょう。うわあ、確かに他の人よりも落ち込んでるみたいだな。何があったか聞いてみようぜ。こんにちは、オイラはパイモン。こいつは通りかかった旅人だ。お前たち何か悩んでることでもあるのか。あ、いらっしゃるのに気がつかず申し訳ございません。アジャンタ彫刻店へいらっしゃいませ。本店はオルモス港で随一のおもちゃショップです。少なくとも今のところは。私たちが悩んでいるのはこの試作アランナラのことなんです。あの、お二人の貴重なコメントを伺ってもよろしいでしょうか。試作アランナラってこの木彫りのことか。やっぱりそう。やはりプラスの評価で、この試作は実はアランナラというのはスメールの童話に登場する森に住む精霊のことなんだ。もともと本店は創業20周年を機に子供たちが大好きなアランナラ童話をテーマにしたアランナラおもちゃシリーズを発売する予定だったんだ。今見てもらってるこの木彫りは子供たちの反応を確かめるために俺たちが作ってみたプロトタイプだ。ただプロトタイプを展示した後、その反響は
想定してたものとはちょっとな。子供たちもこの試作アランナラがキノコに似てるって思ったのか。いや、もっと過激だったかもしれん。俺は子供の言葉を伝えるのが苦手でうまく説明できないんだ。共通の話題もなければ話も通じないしな。こんなのアランナラじゃない、認めないかんな。タンジェのおじさんが書いた闇キノコンとアランナラの本を読んだことあるんだ。アランナラはみんなふっくらしててプルプルしてる感じだって本に書いてあったぞ。そうだよな、おもちゃは丸々してた方が可愛いよな。ダンジェのおじさんはアランナラの誓いって本で言ってたわ。目は惑わされても心は惑わされないって。この木彫りを見てるとなんだか心が落ち着かないな。作者は心を込めてないような気がする。私の心はこれをアランナラだって認めないもの。心がこもってない、みんな結構使う言葉だけどあんまり具体的じゃないよな。キャストもアリアもこの木彫りを嫌ってるけど僕は別に大丈夫だと思うよ。確かにあんまり嬉しくなさそうな顔をしてる。でもこれはこれでちょっとかわいそうな感じで愛しく。お、プラス評価だ。うん、もしこれがアランナラじゃなかったらきっとパパに買ってもらったな。うい、いきなりマイナス評価に変わっちゃったぞ。子供たちの意見を聞いてきたぞ。いかがでしたか、長く見ているうちにこの木彫りを好きになってくれましたか。悲しい。さっき子供たちからよくタンジェのおじさんって名前を聞いたんだ。ああ、タンジェさんはオルモス校で少々名の知れた童話作家なんですよ。彼は数十冊の童話を書いているんですが、どれも当初は子供にあまり人気がありませんでした。ところがです、1,2 年前から突然彼のインスピレーションはオアシスの泉のように湧き出し。ああ、うちのガファリちゃんも彼の物語が大好きなんだ。アランナラの木彫りを発売しようと思ったのも子供たちの間でアランナラが流行っていると分かったからだ。本当はタンジェさんにアドバイスしてもらいたかったんだが、そのことを承諾してくれてすぐ息子を連れてガンダルバー村の近くに取材に行ってしまってな、そのまま帰ってこないと来た。予定していた発売日がどんどん迫っているから仕方なく想像に任せてこの木彫りを彫り上げたんだ。結果はご存知の通りさ。なんところで、あなたはいろいろなところを旅してるんですよね。タンジェさんがお忙しいようでしたら直接連れてきてくださらなくてもアドバイス、どうか子供たちの笑顔のために助けていただけませんか。もちろんこちらもしっかり報酬を用意しますので。本当に急いでるみたいだし、子供たちの笑顔と報酬のためにも助けてあげようぜ。報酬だぜ。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。待てよ、そうじゃないだろ。お二方すまねえが今の状況、こいつオイラたちのことを、thank you.
二方、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。違うぞ、知識が豊富の答えが。お二方、こいつオイラたちのことを。お二方、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです、そうそうそう答えなくちゃな。でもハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい、それともオルモス港の方法で。あった、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマ。何、マハマトラ、どこにいるんだ。奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが言ってたよな。オイラたちも早く逃げよう。この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだってお前がドリーなのか。てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの。私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。あれあれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか。なんだかあんまり嬉しくないけど。モラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様を歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ、お好きなようにお選びくださいまし。いや、わあ、
いつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかし。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。こんな変わった知識が欲しい人なんか、あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事につけましてよ。うん、これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万もら。値段うわ高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。目が優れている上に太っ腹で本当に薬剤、いや千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万もらほどいただければ100万もらに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい聞いたか？あと10万もら払えば100万もら相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万もら以上したんだ。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちは、缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいもの、お前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。え、待てよ、自由に選べるんじゃないのか？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万もらに値するものですわ。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え、これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにし、マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。レイとの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。